ミレー、落ちボ拾いをジェヌ・ビュルナン、落ちヒ拾い、アントン・ロマコ、落ちロ拾い、落ちヒ拾いは、穀物の収穫後に、または、収穫に加えるために、田畑に散らばる方を拾い集めること。旧約聖書、レビキ19章9節から10節に定められた。立法に、穀物を収穫するときは、畑の隅まで刈り尽くしてはならない。収穫後の落ち葉を拾い集めてはならない。 これらは貧しい者や寄留者のために残しておかねば、ならない、とある。また、レビキ23章22節には、畑から穀物を借り取るときは、その畑の隅まで借り尽くしてはならない。収穫後の落ち葉を拾い集めてはならない。貧しい者や寄留者のために残しておきなさい。新記二24章19節には、畑で穀物を借り入れるとき、一束畑に忘れても、 一人に戻ってはならない。それは気流者、孤児、家父のものとしなさい。とある。これは、近代の農村社会でも、貧者の権利として一部に残っていた慣習である。ルツキでは、未亡人となったルツが、義母のナオミを養うために、裕福な桃園の親戚、ボアズの畑で落ち母拾いをする。ボアズは目に尽くするツに好意を持っていた。この目、ナオミのおかげで、 ルッツとボアズは結ばれ、ダビデの祖先となる。ジャン・フランソワ・ミレーの絵画落ち穂拾いのテーマでもあり、農村の貧しき人々を描いただけの作品ではない。落ち穂拾いは、一種の慣用句として使われることがある。地面にこぼれ落ちた稲穂を後から拾い上げる様子から、物事の本筋からこぼれ落ちてしまった重要性の、低い些細な事柄を、 後から拾い上げて処理するという消極的な意味と、落ちこぼれてしまった事柄に、立場が違えば重要なものもあるので見直して対応するという積極的な意味がある。ウィキメディアコモンズには、落ちぼ拾いに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。